で今回の空間はもっと自由でいいというのがコンセプトメッセージなんですね。で実はこの言葉の中に込められているその自由度というのは実は3つの要素があります。で1つはですねデザインの自由度、それから素材の自由度、それからですね、機能の付与による用途の自由度っていう、その3つが揃って、初めて空間の自由度というのが成立すると、空間の自由度を改めて訴求をしたいという次第でございます。